母子手帳は、やっぱコピーでいいんじゃないの、と俺は思った。<laughs> それが一番言いたいことかな、なんか分かったふりして,言ってたけど。はい、ええー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あの、海の始まり、三話まで見終わりましたので、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しすることがこちらにあってます。一枚。二 <laughs> 枚。三 <laughs> 枚と。 はい、そんなな感じにりますすのでで、よろししくお願いいたままずはですねあの面白かったとこ行ってきますねでその後まあなぜねえと水木は視聴者に嫌われるのかと改めてちょっと考えてみようとはいそんな感じになりますのでよろしくお願いいたしますまずはねどっちかいうと面白いって言ってる派がね楽しい感じなんですけどと大竹しのぶさんのお芝居を堪能できたとうんこれはね良かった <laughs> やっぱうめえなこの人って思って <laughs> シンプルにだからそのー 嫌な,な感じを出すのもちょっとうまいしあと。 なんだろうなあその言い訳がましいのもなんか嫌な感じでいいっていうねああいうのやらせたらやっぱ大竹しのぶさんってやっぱめっちゃうまいなと思ってうんそんな感じで感想しましたっていうことですねまあでもいいですよねやっぱねさすがその日本を代表,代表する女優さんっていう感じでよかったのとあとちょっと面白かったのはあの角くん角くんまでなんか同じ設定をかぶせてきたっていうね <laughs> お前も言い訳かいっていうねそこはなかなか面白かったところですね角くんの 存在意義はね、まあ、これからも問われてくると思うんですけど自分的にはですねだんだん気になってきたのはあの水木のあ水木のお母さんじゃない何だっけ祖父ですねあの誰だっけ。 さん,かさんにやられてるんですけど祖母お前はなだ祖父お前は何だっていう気にもなってきたと、うん、そこもねちょっと若干気になると、うん、なんか誰からも触れられてないけどお前なんかちょっとなんかあるんじゃないのみたいな <laughs> なんかちょっとはっきりせよみたいなところもあるんでねその辺もちょっと楽しみにしていけたらいいと思います見せ場あるのかなでもこのドラマはそのムカ田さんのドラマのそのね一番好きな花ではそうでもなかったんですけどやっぱりね見せ場がちゃんとあるとそれはないやっぱりうまい 設定前っていうかねちゃんと設定を作ってきたからこそやっぱりね1話2話3話とね今日は大竹しのぶさんあとはもうカルテットになりましたよね大竹しのぶさんとあと娘さんですね娘さんラ,ラナさんですかねラナさんとあと有村架純さんと目黒さんとこの4人がちゃんとねお芝居を見せましたよっていう感じですね感じになりましたんで良かったですとまあこれはね芝居フェチの感想ですねおいいいやーいいな <laughs> 大竹しのぶさんっていうね <laughs> そんな感じですとはいじゃあ次が ではですね、えっ、ー、と海に対する。 えと夏、えー、と弥生のアプローチの違いですね「海ちゃん」って本当は書いた方がいいんですけどちょっと書くスペースがなかったんであれなんですけどここはねちょっと面白かった。うん、でやっぱりそのまあ例えばその2人であの結婚して子供を育てるってまあ例えば普通の家庭が持ったとしてもやっぱ教育方針であったりとかなんだろうなそこ,そこまで大げさではないんですけど、まあ、男の人が大体なんかいや自由にさせときゃいいんだよってなっていやそんなんダメでしょみたいな感じの人が大体女の人なんですけどまあ,あのこれはちょっと別なんですけど どうしてそういう言葉を言葉をかけるのかとかその今のタイミングとか多分そういうとこですよねだから自分はね見てた時女の人の気持ちの方がちょっと分かったかなあいきなりなんでそんなこと言うんだって父親すらしてっていうね <laughs> どっちかと言えばそうでも気持ちまあその何だろうな なつくんの気持ちもわからんでもないんだけどね。わからんでもないんだけど、なぜ今それをそのタイミングで言うのかっていうのはちょっと疑問に思って。 うん、だから、あたふた、あたふたっていうか、いやいや、もうそれいいでしょう、今はっていう、弥生さんの子の気持ちが俺は分かったと。うん、そんな感じですね。でも、それも含めてね、やっぱ面白かったし、まあ、やっぱりもう、男女で揉めるっていうことは、まあ、そういうことはあるよねと。なんか、二人の中じゃなくて、子供の育て方とかね、そういうのはやっぱ揉めるよなと思って。うん。だから、そういう意味では、もう子供のことはお前に任せたって言って、その、教育方針とかに関してですよ。任せたって言ってる方が、 楽ななのかもしれないですねで2人の教育方針がバチッと合うってことも意外とやっぱりなかったりもするからねそれはまあ,あの今はちょっと違ってちゃんと話し合って2人で決めてってなるけど結局どっちかが折れるとかね妥協とかも多分あると思うんでうんね進学校に行かせたい人もいればさ「いや進学校じゃなくていいよ普通の高校で」っていう人もいればさね男子校女子校とかさいろいろそういう時にやっぱりその,その人の考えって出てくるんですけどそこまで付き合わせて。 すり合わせて結婚する人いないからねうんでも本当で言ったらちゃんとすり合わせといた方がいいよねっていう感じですねお財布はどっちが持つのかとか財布別々にしようぜとかねそのぐらいのことはなんか気になることはやっぱり本当はちゃんとして,してた方がいいよなーと思うとかねあと将来田舎に帰りたいんだとかいう人もいればさいろいろあるじゃない、うん、そんな感じで思いましただからここね本当に面白いシーンだったしあとそのまたね弥生さんの説がさ <laughs> 俺ね 1>, 1, 1回見た時はあなんだ八百さんに抱きついたんだってよかったよかったと思ってたけどよく見たら2回目朝見たらあなた懐くんにしたあちゃーみたいな <laughs> そんな感じでね思いましたっていう感じですねうん是非めげずに頑張ってくださいとはいそんな感じですで次がですねえっ、ー、とまるにはならなくていいよここはねまたよかったこれはねあのひっくり返しの部分ですよねうんおっとそういうことみたいな感じのところもなんかよかったっていうのとあとはそのね子供になんか このの親とこの子の関係をね一応まあ多分視聴者にも知らせるっていう意味であれ入れてたと思うんですけど何だろうなそういう難しい言葉でこう話すっていうねで結局なんか海ちゃんの方がなんかこうね まあパッと簡あじゃあパパが2人ってことだねみたいな感じでなんかふわっと流したけど <laughs> それを言ったとてっていうとこですよね、うん、なんかもうそういう意味ではそこもなんかちょっと不器用ですよねでもそれはねあのキャラクターの良さだと思ってるんで、うん、それはそれで良かったと、うん、そんな感じですねあくまで不器用の夏くんっていう感じですねであとはちょっと面白かったの面白かったというかそのそのあとになるのかなあとのシーン2人でねあの 弥生さんと夏くんがこう帰っていくんですけどまあなんかちょっとこうそ,そのあとですよねあとなんですけどなんかこう最後楽しかったねの前なんか言ったんだよななんだかなんだかっつってなんとなくこう気まずい雰囲気になったけどなつくんが楽しかったねっていうことによって楽しかったねにあったかなこれちょっと曖昧だなちょっともう一回見,た見直した方がいいかもしれないですけどその楽しかったねっていうのは最終ラストもそういう感じのアプローチ なんかいっぱいこれから会った後にやっぱり楽しかったねでまあ収める話になるんじゃないのかなとそうすると意外ともう2人別れる可能性もあるなと。だからそういうい意味では 楽しかったねはこれちょっとキーポイントになる言葉じゃないあのセリフじゃないのかなと思ってそれもどう生かしていくかっていうのはちょっと楽しみにしてますっていう感じですねまあもしかしてこ今回で終わりになるかもしれないですけどねであとはですね単純に可愛かったとかですねあの <laughs> くっついてくるともうラスト近くのシーンですね海辺のシーンなんですけどあの海、ー、くん海くんじゃ海ちゃんか海ちゃんがタカタカタカ,カってく,、ね、くっついてねうーんみたいな。<laughs> くっついてないよみたいな感じのあれはねかわいい <laughs>、まあ、プロモーションビデオとかね CM にしても最高のシーンじゃないのかなっていう感じですねであそこはねやっぱりねちゃんとなんかその海くんのその不器用だけど なんか困っちゃったなみたいな感じのやつもダメだよっていうのはまあめっちゃ可愛かったですねうみ、ん、ちゃんも可愛かったけどえっ、ー、となくんも可愛かったと、うん、そんな感じですで、えー、とこれはねもう全体ですね良かったというよりはなんとなくこう見た後ほらみんなぼーっとするじゃないですかした時に何だろうこの話は何だ子育てとかとか 最初みんなそう思いますよねシングルファダーザ、あのー子育てする話と思って見てはいるんですけど3は自分が見た感じではこれ何かを喪失した人たちの物語なんじゃないかと、うん、だからみんな喪失してるんですよねそういう意味ではえっ、ー、と祖母も娘を失ってるしみずきさんみずきさんじゃないえっとまあみずきさんは知らないか水みずきさんはまあ、うん、まあ分かんないけどの、まあ しかなそのままストレートでいったらですよ、うん、俺なんか大竹しのぶさんがっていうちょっと可能性もちょっとは考えてるんですけどねまあそれはあとにして海ちゃんも何回失ってますよねうんねお母さん失ったとでえっ、ー、と誰だっけ夏、ね、さんを夏さんは夏さんはどうなんだろうな失ってる今のところは失ってはないのか うん、もうその辺は微妙ですよね。でも、女の人はみんな何かを失ってるんですよね。で、あのー、やゆさんはやゆさんでちゃんと失ってたと。で、そうなってきたときに。そういう喪失っていうのを物語で考えていくと、もしかして。じゃあ。あ まあこれちょっと後の方にもなってくるんですけど大人にななるっってていいううううのはどういうことなんだっていうねやっぱり夏くんってそのいいやつなんですけどなんかちょっと子供,子供っぽいっていうかまだね大人にも父にもなりきれてない感じがするんですけど何かを失った時にまた一つ大人になるっていう意味では何かを失って終わりでも楽しかったねっていう話になるのかもしれないですね。この作風で言えばこれそれはれは綺綺麗麗な感じがしますよねだから 最後もう一決断あのー、うんあるのかもしれないなっていうのが今の今日の今の時点の <laughs> ちょっと読みですね。あとは本当で言えば夏くんが何かを決断するって言うけど夏くんが決断することってそんなにないんだよね。うんそうなんだよな。だから もうちょっとこの話、まあ、脱線しますけど例えば夏くんと弥生さんが別れるという選択最後ね最後かなんか知らないけど別れるというドラマになった時にどっちが言い出すのかってものすごい重要な気がするんですよね。でドラマの主人公としては絶対夏くんが言わないとダメなんですよ。それ女の人から言わせたらダメでしょっていう感じになるけど今の感じだったらやっぱり弥生さんが言いそうな感じがする。 ですよね、でそれでなんかしょんぼりしてなんかまたまあまあそれも成長っちゃ成長なんだけどって感じになるんですけどただまあその男として見るんだったらやっぱりそれもそれを夏くんから切り出した時に一応成長物語、うん、にはなるのかなと思ってる感じですね。であとはそのまあそれ全体の良さやっぱ変化を書いてるとであとはい最初初見でリアルタイムで見た時は「揺れてる」みたいな <laughs> 揺れがちゃんとかける設定になっててそれがだんだん揺れがこう,こう増してくる感じ、うんうん、グルーヴ感ですよね揺れという名のグルーヴ感が、まあ、みんなそれぞれに出てきてそれは面白かったなと、うん、そんな感じですとじゃあ次がですね、えー、とこっからがちょっと問題なんですけど改めてなぜ水木はあのー、視聴者に嫌われるのかっていうことをちょっと考えてみましたっていう感じですね。